ンタリスステークスということでね、見ていきたいと思います。秘密結社冬釜総帥発注でございます。こちら阪神のメイン G3 ダート 1800m 戦ってことでね、まあよくあるこう星の名前 のダートのレースだったりするんですけども、その中でもね、まあ、比較的歴史のあるレースという中で、今回はねこんな感じでやっていきたいと思います。軸は12番プロミストウォリア、ネット競馬想定1番人気、まあ、4連勝でね前走重賞を勝ちました、まあ、59キロで外枠引いてしまってね、まあ、先頭に立つまでどんだけというようなところはマイナス要素ではあるんですが、まあ、とはいえねこれだけ差をつけて勝ってきてますし、まあ、このメンバー構成だったらね、まあ、ここを突破してもらってダートのトップへというような馬がそろそろ出てきてほしい、まあ、萩のアレグリアスに、ね、あんだけ完勝できたってことはそんだけ強い馬ということでね、期待をしていきたいと思います。まあ、そして1番拡充オクタゴン、強い4歳ステークスのレパードステークス勝ち馬ですからね、まあ、前走も不良馬場で掲示板を確保していたりと、まあ、対古馬という点でもねここに来て、まあ、ちゃんとねやれるところを見せているので信頼をしておきたいと思います。まあ、そして 6番のサンライズホープ、まあ、前走ね大きく負けてますが G14 勝の実績はです、まあ、去年は重賞も勝ってますし、まあ、このメンバーなら十分に期待が持てると思います。まあ、そして8番フルレプスリーダー、前走の、ね、敗因はまあ出遅れと明らかと見てみると、まあ、休み明けで、まあ、さらに前走武蔵野ステークスのさらに前って見ていくとかなり前のレースを見ることになって、まあ、そうなってくるとね、まあ、比較的人気薄になってくれてますが、まあ、その頃の、ね、戦績見れば安定してますし、こんな人気薄で走るような馬じゃないんでね、まあ、入れておきたいと思います。そして9番のバニアール、まあ想定5番人気、前走ねとね3走前が後続を3馬身ちびる2着、間に競争中止が挟まっていますが、まあ、再勝ち運には恵まれていませんが、そろそろその分ね、取り返すような勝ちを期待したいと思います。そんなわけでね、またこういった形でやってきますんでね、この後の G1 サツキ賞はメインチャンネル、ふがみ TV で、こちらではまあその他もろもろとやってますんでね、合わせてチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。